南綾農業共同組合は、埼玉県春日部市南2丁目に本省を置く農業共同組合である。管轄の範囲は、春日部市、久喜市、埼玉市岩月区、田市、白岡市、南埼玉郡宮代町である。南綾の由来は、南埼玉郡の南と先であり、春日部市雪松地区、豊野地区を除く管内のかつての群名が、 南埼玉郡であったことに起因する。現在は愛称として JA 南綾と称している。1996年4月1日に埼玉県南埼玉郡を主体とする勝部町農業協同組合、久喜市農業協同組合、白岡町農業協同組合、蓮田市農業協同組合、宮城町農業協同,同組合、春日部市農業協同組合、 岩月市農業共同組合の合併により成立した。本店は、久喜市商部長新堀に所在した建物の老朽化などにより、2021年3月15日、改装された旧カスカベ支店へと移転となった。事業所、直売所、食堂、給油所南埼玉郡では、古くから梨の栽培が盛んであり、現在でも地域の特産品である。しかし、 梨農家の減少は続いており、今後はどのように生産量を維持していくのかが課題である。米に関しては、綾の輝きの栽培を推奨し、地域のブランド米化を進めている。2017年度からは、新しい地域特産の農産物として、青パパイヤの栽培を進めている。ありがとうございます。